江崎グリコ株式会社は、大阪府大阪市西淀川区田島4丁目に本社を置く食品メーカーである。コーポレートメッセージは、美味しさと健康。英語によるメッセージ表記は当初、グッドテイストグッド、ヘルスとされたが、1992年4月付けで、現行の CEI が導入されたのに合わせ、A、ホルソムライフ・イン・ザ・ベスト・オブ・テイストに改められている。 2015年10月1日に完全子会社だったグリコ乳業株式会社と経営統合し菓子、食品、乳製品、健康食品などを製造、販売する総合食品メーカーとなった。江崎グリコ東京大場ダイバーシティ、東京チョコレート、スナック菓子、ガム、アイスクリームなどの菓子類と子会社の旧グリコ乳業から継承した乳製品が主な商品だが、 レトルト食品も多数発売している。また、後発ではあるが、カレールーや炊き込みご飯のも各種サプリメントといった食品事業も行っている。レトルト食品は、宮城県にある製造士会社、グリコマニファクチャリングジャパン株式会社仙台工場で製造を行っている。菓子類の競合メーカーとしては、明治、ロッテ、森永製菓、富士か ブルボンなどが挙げられ、食品類での競合メーカーには、ハウス食品、明治、SB 食品などが挙げられる。メインバンクは、旧三和銀行であり、三和銀行系列の新木会である緑会に加盟している。グループ会社に、グリコ栄養食品、アイクレオがある。そのうち、グリコ栄養食品から、食肉、チルド食品部門は、グリコハムに分社化されたが、 グリコハムは江崎グリコが保有する株式を S フーズに売却してグループを離脱、社名をフードリエと変更した。アイスクリームの自動販売機による直販事業セブンティーンアイスやオフィス向け菓子直販事業のオフィスグリコ、またグリコ製品を取り扱う専門ショップグリコやも運営している。また過去にはグリコアというファーストフード店舗を全国に 展開していた。アイスクリーム製造は製造主会社のグリコマニファクチャリングジャパン株式会社の兵庫、千葉、茨城、三重の各工場で製造されている。1984年のグリコ、森永事件以降はすべての商品の包装が一度開封するともとに戻せないように設計されている。ロングセラー商品の中にはポッキー、プリッツ、ペロティ、 カナップ、パピコ、カプリコなど、パピプペポの音を含んだものが多い。取扱い商品があまりにも多いため、商品の生産終了告知は一切しない方針をとっている。道頓堀の6代目グリコ看板大阪市中央区の道頓堀に架か,かるエビス橋脇には、西日本最大級のネオンサイン点灯開始。現在は2014年10月点灯開始の6代目。 があることでも有名。男性が両手と片足を上げたポーズをしている絵柄は、同社が最初に発売した、キャラメル菓子のグリコのパッケージから取ったもので企業のシンボルにもなっており、ゴールインマークと呼ばれる。このマークは、グリコ以外の同社および子会社のグリコ乳業と、グリコ栄養食品の全商品のパッケージにもグリコロゴとは別の箇所に小さく表示されている。 訪日外国人にとっては、観光地、訪問先の大阪を象徴するものの一つであり、折からの SNS 上の写真の公開という流れの中で、海外でもビジネスを行う同社にとって、単なる屋外広告をはるかに超える広告物として多大な効果を上げている。江崎栗子創設者の江崎林一が佐賀県出身ということもあってか、 サガライトファンタジーの期間中、JR 佐賀駅南口に道頓堀と同様のネオン看板が設置される。ただし、道頓堀のものよりも、はるかに小さく、バルーンの世界大会、サガインターナショナルバルーンフェスタの開催地にちなんで、背景にはバルーンが描かれているという相違点がある。また東京でも、有楽町駅前の東映本社ビル屋上にも、自社のコーポレートメッセージが入った。 ネオンサインが設置されているほか、渋谷スクランブル交差点の北東にある三千里薬局にも、街頭ビジョン、グリコビジョンがあり、オリジナル CM を流している。UCC 上島コーヒーや伊藤園と同じく、宝塚歌劇団のスポンサーでもある。他には、劇団式のミュージカルにも共賛。また、1993年より開幕した、J リーグの清水エスパルスのスポンサーも開幕当時から、 努めている。また、2010年12月から2011年2月までの3ヶ月にわたり、日本全国47都道府県をワゴンで縦断するキャラバン、日本縦断グリコワゴンが展開された。テレビ CM の最後に流れるグリコのサウンドロゴは、グリコ乳業の CM と共通であり、これは1992年の現行ロゴタイプ、導入時より使用されている。 当初のロゴ映像は全画面の白バックでグリコロゴの筆記アニメーションのみが表示されていたが1998年頃に道路ゴ上部に美味しさと健康のスローガンが追加され2002年頃に全画面の白バックをやめて CM 映像の右下隅への表示に変更されたが2021年頃に全画面の白バックが徐々に復活したまた サウンドロゴは15秒用と30秒用で異なり、30秒用はやや間延びしたものになっている。創業者、江崎リーチキャンデーキャラメルチョコレートクッキー、ビスケットスナックガム健康志向食品アイス牛乳、乳飲料ヨーグルト用時飲み、モノルーレトルトカレースープ丼、惣菜カップフェード用自食乳児用、調整粉乳乳児用液体ミルク集売した。 食品など他現在女性男性グループ、女性男性グループなど江崎グリコの参加には以下の企業が存在し、全体でグリコグループと称される。ポッキーの基人化として、恋人はポッキー、ラブウィズ・パッキーを2017年12月26日からの半年間キャンペーンを実施。登場キャラクターとして、赤沢浩一郎、京国継ぎい白山派、古市心、 モンド公平が登場。2019年12月2日に、ビスコのクリスマスウェブムービーとして、ビスコ秘密のサンタカイトークが公開される。声優は、桜井孝博花江夏樹、小野大輔太地は一社提供番組。現在テレビ、日本テレビ、読売テレビ系列、TBSMBSK 富士テレビ、関西テレビ系列テレビ朝日。 ABC 系列テレビ東京、テレビ、大阪系列ラジオ JFN 系列、JRN 系列過去の提供番組、テレビアニメ番組ドラマほかほか映画、特撮番組バラエティ、音楽番組ほか近畿地区は、オットーブ、ABC3 月まで MBS。ほかほか近畿地区は、MBSABC。ほかその他ラジオなど、工場見学をしながら、お菓子の世界を、 見る知る学ぶことを目的に建てられた施設。共に工場に隣接している。共に見学所要時間は約70分で、神戸は電話のみ、イーストは電話もしくはインターネットにより予約が可能。休館日は共に金曜日、年末年始、お盆休みである。正式名称は、お菓子の公園グリコピア神戸。1988年、神戸市西区に完成した。 神戸ファクトリー内にオープン。1階がオリエンテーションホール、3階に 3D シアターやチョコレートハウス、商品ギャラリーを設け、2階と4階がポッキーとプリッツの工場見学コースとなっている。案内時間は1日6回。正式名称はワクワクファクトリーグリコピアイースト。2012年4月に埼玉県北本市で創業を開始した。 北本ファクトリー内に同年10月オープン。1階にはカレッジホール、クリコダウン、フォトスタジオゾーンが設置される。3階にはポッキーの製造工程の一部を見学できるポッキーストリートとスタジアムホール、オリジナルポッキーが制作できるミニファクトリーがあり、6階にはプリッツとポッキーの製造工程を見学できるプリッツストリートが設置される。 案内時間は1日4回。2010年12月4日から2011年2月までの2ヶ月にわたり、日本全国を縦断し、美味しさと笑顔を届けるキャンペーン、日本縦断グリコワゴンが展開された。北海道からスタートし、沖縄県まで全国47都道府県を赤色のワンボックスカーで縦断して行われた。 ナビゲーターは、お笑い芸人のつぶやきしろうが務め、タレント10人が全国各地へ応援に駆けつけた。また、各地でテレビ CM の撮影も行われた。2011年2月8日、最終目的地の沖縄本島にゴールし、47都道府県制覇を達成した。期間中のグリコワゴンの全走行距離は延べ 9356.6km になる。 その後、グリコワゴンのダイキャストミニカーが、東京、大阪のグリコ、や限定で発売され、2021年1月からは、レギュラートミカとして発売されている。主にホリプロ所属のタレントが参加した。2011年3月11日に発生した、東日本大震災からの復興をテーマとして、展開しているキャンペーン。前述の大阪、道頓堀のネオンサイン。 阪神甲子園球場の動社広告などに本スローガンが併記されている。他、多くのアーティストと他商品 CM に出演している女優を起用し、一つの歌を歌うという内容の企業イメージ CM が放映されている。最後に前述のグリコワゴンが映る。なお、これ以降も日本各地の大規模災害の被災地などを巡回するキャンペーンを実施している。 2011年7月放送。2012年2月放送。タイトルはみんなに笑顔を届けたい。当編。ありがとうございます。